皆さんこんにちは、ダイダルです。ペーパーマリオ RPG やりましょう。で、見て、このトップ画面によしよし大王も追加されたぜ。かわいい、ピンク色だね、ちゃんと。すごい、なんかいろんな色を入れたいんだけど、全色パターンあるんだろうな、これ。よし、さあ、今日もね、一部リーグ、チャンピオン目指して頑張っていきましょうか。とにかくチャンピオン目指しましょう、ということで。さあ、今日もチャンピオンバトルの時間でしゅ。よろしくな。ちょっと待てよ。こいつって見たっけ？ね、前回戦ったトゲトゲの人。試合することもあるね。硬い頃とそこに入ってるトゲがじゃあ見たことあるな、じゃあ。オッケー。ではでは行きますか。ポチッとな。はい、さあランキングマッチ。さあ今日はマリオ7位へのチャレンジです。やあ、ゴンダレス君登録だね。ユウの次の相手はランキング7位、ザ・ウラウラン。誰だ、ウラウランで。20ポイント以上ダメージを受ける前に倒すように。結構早めね。傷だらけのスターなんて観客は求めていないのだよ、わかるかね。ダメージ受ける前にやっつけろってことだよね。まあまあ、なんとかなるでしょう。おいえーい。ゴンザレス選手、試合です。オッケー。頑張ろうか。ちょっと回復してるから、ここにね。あ、ごめん、殴っちゃった。ちょっと減ってんな。回復してから行こうかな。じゃあ、これ試合の時間だ。準備したわい。おやすみなさい。なかなかクレイジーマリオですね。すやー。おやすみなさい。おはようございます。あ、待たせたね、おっちゃん。オッケーイ。お客さんも怒ってない？いや、一晩寝てましたよ。俺8時間寝たわ、今。8時間経過。こいつらか。さあ、今度のバトルは地獄から来た処刑人、グレートゴンザレスと、ブレーキの壊れた潜水艦、ザ・ウラウラン。なんだ潜水艦って。やるわよ、マリオ。よし、ゴンザレス、遠慮なくやらせてもらう。さあ、マイケルの色違いみたいなやつらだ。レッツ・ワイト。よし。それではバトルだ。負けないぜ。さあ、前回はハンマーが新しく強化されましたんで、ハンマー使っていきたいとこなんだけど、そんなことなくていいかなっていう感じだね、これは。よし、じゃあまずは、モノセリーやっていきましょう。お前だーれ。ふむふむふむ。お前誰やねん、ねん、ウィー。裏の子よ、のこのこの仲間みたいに、ちょっと体力やばくね。最大ハートポイントは8、攻撃力は3、攻撃力は1。のこのこと大きく違ってひっくり返してもお構いなしで攻撃してくるところやばっ。というか、ひっくり返ると攻撃力アップした上、強烈な技を仕掛けてくる。裏の子っていうだけのことある。できれば一気に倒したい。結構めんどくさそうな敵なんだね。ちょっとこれはね、でっかくどっか行こうか。6ポイントでやっつけてるわけじゃなさそうだから。じゃ、まずは一旦、6ポイント。5ポイントなるかな、防御力あるからわかんねえや。ちょっと与えてみましょうか。これね、昔のゲームキューブ版の時はね、クソむずかった。っていうか、俺、マックスで成功しなかった記憶あるんだよね。ほんとに。でも、ほんとにコメントでもめっちゃ言われてるけど、めちゃくちゃこれが簡単になってて、すごい使い勝手のいい、コスパのいい技になったということですよね。ただ演出が長い。うん。そこだけ。うれ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 演出長いぞ、お前。うえ、6ポイント。いいダメージ痛い、ガード。引くー。何その道具。え、何何、5ポイントいって。大丈夫、みんな生きてる。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、なんか降ってきた。ダマビロビリビリだった。なんでダメージ食らうんだ、それで。おかしいだろう。よし。さあ、次、おろしりもう一回行こう。裏パタ。裏の子、裏パタ。裏ウラン。はい、はい。さあ、裏パタ。羽の生えた裏の子。最大ハードメントは8。攻撃力は3、防御力は1。羽を取ったらただの裏の子よ。のこのこやっぱアウトと違って、ひっくり返ると攻撃力がアップしてしまうよ。ふと、マリオと仲間をいっぺんに攻撃できる技なんて、そんなのありって感じよ。ひっくり返した後は一気に倒してしまうのが良さそう。やばい、ダブルで攻撃してくんだ。ちょっとめんどくさいな。さあ、どうしようかな、これ。全体攻撃でやっつける？なんか、使って、でかくドッカン。ファイヤー、氷の息吹。アイテム使っちゃおうかな、せっかくだし。ね、イェイ。ふぃ、息吹ってやおう。バイバイ。マリオの、はぁ。オイエーイ、マリオの冷たい息で敵ギハ。やられる前にやっとこう。ちょっと怖いからね、条件達成が。オッケー。言うてレベル上がりそうだね、もうすぐ。ちょっと強かった、こいつら。おいだー、グレートゴンザレス。じゃあ、とこんなもんよー。ゴンザレス、なんだ？ん？あ、出た！お前ら、なんだ、鋼鉄ブラザーズ、ファイターズ。あ、鋼鉄ウォーリアーズ、ちょっと違う。惜しい惜しい惜しい、鋼鉄だけやってた。この前はよくやってくれたな。たっぷりとお返しさせてもらうぜ。
今のお前はヘロヘロだろうからな、覚悟したかれ。おい、なんだよこのバトル急に。ふざけんなよ。え、マジ戦うの？まあいいけど、急になんすかね、あんた。まあいい、あの仲間チェンジしたらいい、いいじゃん。よしよしだよ。よし、飲み込んでいきましょう。はい、いただきます。エロッペマリオやることない。マリオアピールしとこ。またいえ、いえ、みんな見てる。今日も元気だよ。全然楽勝だよ。応援よろしく。はい、スーパーカードだよ。はい、スーパーカードだよ、最強だよってことで、新しいハンマー貫通するかちょっと試してみようぜ。ねえ、回転なグー。よし、ういだー、効かない、やっぱり。あ、大丈夫、びっくりした。今 FP 俺なくなったかなと思ってクソ焦った。今ギリ足りた。え、おいおい、おいじゃねえかよ。レベル上げありがとう。ウェイ、よし、マリオ最強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 、レベルアップ。おいえい。さあ、そろそろね、やっぱフラワーポイントもなくなってきたし、ハートポイントマリオ低いからさ、結構敵の砲撃でやられかけてるよね。だから今回はね、バッチポイント振りたいと思います。やっぱバッチでしょ。まあ足りないぜ、バッチポイントが。もう本当にカツカツよ。でもよかったね。さあ、マリオは一人前さとなった。次からもっとたくさんの観客が入る大きな舞台でバトルができる。おお、舞台が変わるんだ。マリオこれでレベル10かな。ギャーギャフー、負けた。さすがゴンザレス、連戦あんの？突然乱入してきたコーデスウォリアーズは軽く乗してしまった。突然？本当か？強い、強すぎるぞ。今後もグレートコンザレスの活躍から目が離せないぞ。それでは皆さん、ごきげんよう。なんなんだ今のバトルは。突然乱入、ファイトまで倍くれよ。おい、もっとくれよ。2000分くれ、2000分。7位に上がった。じゃあね、怪しい書類返してね。行っちゃった、向こう。おめえ、まあまあやるじゃん。ちょっと指令来た。またメールだ。誰だこれ、怖い BGM。 モスモス、これ以上余計なことをすればお前の命はないと思え。待って、 X からじゃないのこれ。おい、脅迫メールだぜ。 X ってやつからのメールとは違う。なんでみんなマリオにのアドレス知ってんだよ。一体誰がこんなメール送ってくれるんだ。ピーチかもしれん。ピーチが送るか。ねえ、こんにちは。ゴンザレス、ここから少年バター気を引き締めていけよって。オッケー。君は何なんだい。いいやつだったね。裏の子のリバース、なかなか気さくな選手。でも裏の子っていうぐらいだから、なんか裏があるかも。なかったね。戦いの前はコンディションだぞ。分かった、いつもコンディションさ。おいら見た目で判断する、痛み合うでしょ。ねえ、まあそんな強くなかったけどな。ねえ、おでの父ちゃんはハンマー職になるのやめて、サラリーブロスだと出す。父ちゃんのことは俺は嫌いだ、出す。でもやっぱ好きだす。父ちゃんのおかげで大きくなったみたいなとこあるよね。はい、じゃあバッチちょっとやっていこうかな。ピンチで守る、結構敵強いんだよな。ほんと、ピンチで守る。ハッピーハート、チャージ。チャージで、何しようかなと。コインボドール、さっきコイン使ったしな。お金欲しいし、俺。一旦これでいいか。ねえ、ガッツンジャンプちょっと入れたいとかやけど、なんかいっぱいあるもんな、技が。ねえ、パワープラス P。いや、仲間はいいや。ああ、よしよしだよ。あなたの体は小さいのにナイスなファイトしますね。これからも応援しますよ。生まれたてやもんな。一応会話聞いてますけど、多分変わんないかな。今のヨッシー連れてた時だけど、専用会話だと思うし。ね。うん、特に変わってないね。よし、じゃあ次の試合行くか。ジュリーナも頑張ってくるよ。応援してね。よし、ではランキングマッチ行きましょうか。レベルも上がって強くなったからな、マリオ。いやー、ゴンザレス君、次の相手は6位か。チョロボン3だって。チョロボン3体いるの。アイテム使わないように、物に頼るなんてストロングではない。そうだろう。いや、俺、アイテムでお金返ってくるようにしたのに。ひどいよ。じゃあ次の戦い、頑張っていきます。チョロボンここいないもんね、中に。ハンマーブロス、あいつ何位なんだ。ねえ。試合だ、ついてこい。よろしく。レベルアップしたから回復してるもんね。1位が誰だ。
1位があいつでしょ、で2位が多分トゲノコでしょ、3位ぐらいかなハンバーブロスって。うわ、なんか色違いのチョロボンいる。さあ今度このバトルは地獄から来た処刑人グレートゴンザレスと底出しのバキューバーチョロボン3とのバトルだ。オッケー、チョロボン3ってなんか体力チューチューするやつだっけ。ミョンミョン追跡してやるミョン、レッツファイトやろうか、戦いが始まる。物知りしてさっさとやっつけたいねこいつらは。アイテム使うな、ちー全然物知りできてねえじゃん、どうすんだよ物知り。君は誰だい。はい、テイテイ、お客さん客増えてるの。確かにグリーンチョロボン見てわかる通り緑色のチョロボン、最大ハートポイントは5、恋人は3、ポケットゼロ。普通のロボットとして体力を背負って体力回復する。ブルブル、あの感触結構気持ち悪いのよね。慣れたら癖になるのかしら。やめろ。チョロボと違うとは時々分裂して仲間を増やすってことよ。なるべくさっと倒しましょう。分裂するって何？ねえ、新しいハンマー行きましょう。最強ハンマーで。ドゥーンドゥーン、最高。いいダメージ。よし。クリスティーヌ頑張れ。増えた！よいしょ、スパガード。グイングって伸びきったところで攻撃するんだよね、確か。ね。知ってたね、俺、ちゃんと。さあ、戻しで行きましょう。フラワーチョロボンだって、誰だおめえ。フラワーですよ。ウィー、ウィー。フラワーチョロボン結構綺麗な色をしたチョロボンね。それでハートポイントは6、ポイントは3、ポイントは0。こいつは私たちのフラワーポイントを吸い取る攻撃してくる。めんどくさ。フラワーポイントが少ないときは注意や。そして自分のフラワーポイントを食べた後は魔法攻撃をしてくる。今までやすぎちゃおう。あ、そうか。フラワーポイントついてるからフラワーチョロボンっていうのね、今気がついたわ。お花のような見た目だからってわけではないけどね。どうしようかな、これ一体ずつやっつける。いや、もうまとめて使っちゃおうかな、でっかくどっか。めんどくせえし。よし、一発倒そう。オラ、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 オラ。よし。ロックベアノー、ウィー、ケケチュービー。こういう時に倍来てほしいよな、もっと。経験値倍でーす。よし。おやー、これでござるすー。最強最強最強。大したことないわね。よし、順調ですね、今日も。ノーダメで勝てたし、今の試合も。ファイトまで18コインです。で、こうやってね、結構もらってくると、チリツボで結構増えてきたね、コイン。6位に上がった。結構上がってきたな。マリオ。マリオもう6位だってよ。すげえじゃん、結構。脅迫来る。あ、ゴンザレスよ。先ほど、キノシコワがファンから差し入れを持ってきたぞ。え、マジで差し入れもらおうか。うわ、美味しそうなケーキ食べれば元気出そうね。じゃあ食べましょう。いただきます。はい。わ、いただきまーす。うまいうまいうまい。あまりの美味しさに疲れがすっかり吹き飛んだ。え？なんか変わったん？今、回復したんかな？私はただ鍛えるべき戦いに沿えてコンディションを整える。いつもコンディションじゃん、あんた。オイラのトレードマークはトゲでしゅ。ゴンザレスのトレードマークはお口のヒゲでしゅ。トゲとヒゲ。オイラたちはゲ仲間。なんだゲ仲間。じいちゃんはハンマーを完成された次のヒーリングス。おでもじいちゃんと一緒に戦ってんだす。ハンマーが片身の品ってことなんだね、君にとって。チャンピオンがあったことひどく気にしてる。なんでだろうな。やっぱ強すぎるからかな。よし、じゃあ次の試合行きましょうか。やあ、ゴンザレス君登録だ。次は、ランキング5位、レッドデビルス。うわぁ、名前怖そう。仲間の技2回以上使えよ。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫。頑張ってバトルしてくれた前。もう2回ぐらいだったら物知り2回でいけるでしょ。レッドデビルスって誰だろうな。赤いやつっていたっけ。ゴンザレス選手試合だ。オッケー。じゃあさっきのケーキで大丈夫かな。バトル中に腹壊すんじゃないかなって俺心配なんだけど。生物は差し入れしちゃダメだからね、みんな。ねえ。こいつらかよ。さあ今度バトルは地獄からした処刑人グレートゴンザレス。血塗られし地獄の使いレッドデビルス。やばいやろ。腹痛くなってきたわ。魔法の力を甘く見るなよ。さあカメックたちですね。カメ一族。おい、なんだよこいつら。お客さんの入りも上々。行きましょう。仲間の技2回以上使え。さあ誰もね、物知りできてないね。これ、レッドカメックから行こうが。空飛んでるやつからやってた方がよかったかな。はい、はい。アクロバット成功。7もあんの？レッドカメック。赤い服を着た亀一族の魔法使い。
最大ハートポイントは7、攻撃力は4、防御力は0、強いな。攻撃魔法以外に攻撃力や防御力がアップって魔法を仕掛けてくる。自分一人になってしまうと分身の魔法を使ってくるわよ。分身されるとどれが本物か分かんなくなる。あの赤い服は意外と趣味がいいと言えない。いや、かっこいいだろ、赤い服。ねえ、フリーチョブでやっちゃおうか、じゃあ。はい。よいしょー。さあ、まず一体。少ない経験値。何してくる？何してくる？ガード！どっち攻撃してくるか分かんねえ。はい。ガード！え、ガード失敗してる。ただ戻しに行こう、ホワイトカメック次は。なんなんだお前。はい。はい。さあ、ホワイトカメック。白い服を着た亀一族の魔法使い。最大ハートポイントは5、7、7。攻撃力が4、ボケ力が0。攻撃魔法以外に自分に仲間を回復する魔法を仕掛けてくる。先に休めた方がいいかも。自分一人になると分身の魔法使ってくる。おい、みんな分身使ってくんじゃん、こいつら。さあ、仲間は OK ですね、とりあえず。はい。よいしょ。さあ、クロリン撃破。あと一人したけど大丈夫ですか。はい。スーパーカード失敗した。4も食らった。いて分身しない。大丈夫大丈夫。後ろ戻しり体力全員7かな。もしかしたら色違うだけでね。グリーンカメックよ。緑色の服を着た亀一族の魔法使い。最大ヘタボテは7。防御力は4。防御力は0。攻撃魔法以外に自分や仲間にビリビリいや透明する魔法を仕掛けてくる。すげえめんどくせえやつだな、こいつ。自分一人になってしまうと分身の魔法使うよって。全部みんな分身使うんだ。使ってこなかったけどね。よかった。さあ、全部クルリンジャブでつけよう。クルリンジャブ強えんだわ、やっぱ。よし。8与えられんもんな。オッケー。経験値1個前のチョロボンたちの方が多かったな。いやー、ウィナーグレートコンタレスふん、こんなもんにゃう。マリオ誰クッパ様？やばマリオ対クッパ見れんの。おーっと、またしても乱入だ。ゴンザレスはよっぽど敵が多いようだ。大丈夫か。巷で噂のウーロン街へ来てみたら、こんなとこでお前と出会ってしまうとは。いい機会だ。スターストーンとやらを手に入れる前にお前をぶっ倒してくれるわ。クッパも探しているスターストーン。なんで来たのクッパ。クッパ編でわかんのかな。え、なんでマジ戦うのクッパと。マジでいける？ガッハッハ。今日こそ我が輩の方が強いことを証明してやるわ。おい、クッパ様なんで出てくるんだよ。ちょっと戻し切りしとこうか。いやでもね、ぶっちゃけ負けないよ。マリオ最強だから。アクロバット最体力多すぎ。ワロタクッパよ。でもなんでこいつがこの中にいるの。最大ハートまでは30、攻撃力は3、防御力は1。手強そうでラスボスや。噛みつき攻撃は毒絵を持ってるから注意して。ハートポイントがじわじわ減るわよ。毒を持ってたクッパって。あとヒッパタック食らうとコマンドがどれか使えなくなるわ。厄介よ。今やっつけることに専念しましょう。ちょっと待って、もうマジで言ってるこれ。え、なんかいろいろ食らってるから回復したいな。でもなんとかやるしかないね、ここはね。回転ハンマー行こう。新しいハンマーよ。バーン。アクロバットできた。適当に押しました。いやー、つい。ちょっと待って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 。やばい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 。これどうしようかな。これどうしようかな。一旦回復入れとくか。元気元気。ちょっと待って。普通に強いけどクッパね。え、やばい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 。よし、ほい。いや、ちゃんと毒キノコは避けていくけど、それ以外取れてないな。マリオの体力回復するやつ取れてない。やばいやばいやばい。マリオ取れてない。マリオ取れてない。いや、マリオの回復量は少ねえな。まずいな。まあ、ハードポイントは全回復できた。よし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 。これどうしよう。キャラ変えるか、ちょっと。技、頭トゲついてるよね。クッパって。じゃあやってみるか、一回、クッパ。はい。あ、ついてないトゲ。殴れんだ、このまま。ビンゴチャンス。キノ、キノ、キノ。よし、オッケー。よかった、マリオの体力回復できた、これで。オッケー、お客さんもいっぱい上場。うん、いった、毒にやっちゃった。聞いてない毒、よかった。いや、クッパどうしよう、これ。アイテムも使えるんだよな、一応。なんだ、あ、X。甲羅です、それ。アイテムですか。わかんねえ。攻撃やめてね。90何、客をめっちゃ入ってんな。上場ですね。
強い力で殴るガツン殴りとくか次。はい。トゥーン。おお、めっちゃ回る。マリオめっちゃ回る。いつもより多く回っております。今何段も入ってダメージ見てなかったちゃんと。連続ずつ効く。よし。はい。見せました。なんだ？これ防御力アップのやつだ。ありがとう。よし、マリオ最強、防御力3アップ。期間。なんで？コマンドトリガー使えなくなるんだっけ？今の。あ、なくなっちゃった。防御力アップ。よし。ちょ、なんとかやっつけなきゃな、これ。どっちが強かったかわかんねえよ。通常販売でいいや、次。でーん。よし、いいダメージ入ってんだよ、ちゃんと。で、普通に、いや、キャラ変えるか、これは。仲間チェンジ。よしよしだよ。よしよし、ヒップドロップ。ZR 連打しろ？なんだこれは。はい、クロリン。ゼロ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 、弱すぎる。うぬ、さすが我が流れのライバル、我が輩をここまで苦しめるとは。あっと、危ない危ない危ない、大丈夫か、潰れてるけど。よしよしだよ、頑張って、負けないで。なんだ、見えなくなった。はっ、ふざけんな氷。ちょ、何そのシステム。あ、よかったよかった、すぐ動けるようになった。びっくりした。舞台装置が発動したんだって今。ほれーい、4か。あ、ビンゴだ、また。はい、はい、はい。下手くそか。まあ、いい、いい。いやいや、よしよしダメだわ。アピールしちゃダメ、アピール、仲間チェンジ、仲間チェンジ。まあ、よしよしだようなアピールもな。たまには見たいよね。よし、ワンダウン。まあ、敵を重たいわね、あなた。ガツンのが効いてたよな、ダメージ。はい。アクロバット楽しすぎる、これ。何本聞いたか見てないんだよ、さっきから俺。あ、クッパが凍った、サバービロー、よし、勝った。仲間チェンジ。倉田行こう、倉田ちゃん。あ、どこ攻撃したんだよ、倉田ちゃん。うーい、ナイス、ふんがーん。クッパ、おつー。いきなりクッパと戦うことあるとは思わなかったよ。でも勝っちゃったわけよ。むぐー、さすがゴンザレス、突然の乱入者も軽くのしてしまった。強い、強すぎるぞ。今後もグレートゴンザレスの活躍からペアが離せない。皆さんごきげんよう。クッパかわいそう、前座ってから普通にね、引き立て役になっちゃったよ。いや、乱入者多いって最近ね、消されようとしてる俺、もしかしてやっぱり5位に上がった、ランク上がりましたね。もう19コインを20コインが見えてきたね、1回の収入。チャンピオンだって1回100コインくらいくんのかな。まさかあんなやつがいきなり出てくるなんてびっくりしたわ。ね、びっくりしちゃった俺も。今回ここまでかな。いやー、もうあとちょっとだ。頑張っていこう。よし。じゃあ皆さん、今回ご視聴いただきましてありがとうございました。おつぽよでーす。ね、チャンネル登録してあげて、チャンネル登録、高評価よろしく。また見てね、おつぽよ。クッパどこ行ったん？